線輝,線輝き暗転、線輝き暗転、線輝き暗転、スパイラルの形をしている。線輝き暗転もしくは線輝き性暗転とは、片頭痛の前兆現象として現れることが多い。視覚の異常で定期的に起こる場合が多い。英語名は、片頭痛オーラを意味する、マイグレイオーラ。シンテレイティングスコートマとも言う。芥川龍之介の小説。 歯車の中で、龍之介が激しい頭痛と共に目にしたと記述している。歯車は、この線輝き暗転だと言われている。まず、視覚障害が起きる。突然、視野の真ん中あたりに、まるで太陽を直接目にした後の残像のようなキラキラした点が、現れる。視界の一部がゆらゆら動き出し、物が歪んで、見えたり、目の前が真っ暗になったり、見えづらくなる。 その後、みるみるうちに電は拡大していく。ドーナツ状にキラキラと光るギザギザしたガラス片や、ノコギリの縁のようなもの、あるいはジグザグ光線のような幾何学模様が、稲妻のようにチカチカしながら、光の波が視界の隅に広がっていく。これは無数の光輝く、歯車のような点が集まり回転しているようでもあり、視界の大部分が見えなくなることもある。 これらの視覚的症状は短時間に進行する。そしてこの先行と暗転は5分から40分ぐらいで広がって視野の外に出て消えていく。この症状は目を閉じていても起きる。症状が収まった後、引き続いて片頭痛が始まる場合が多い。この後に頭が割れてしまいそうな激しい片頭痛が3から4時間続き、強烈な吐き気、嘔吐などを伴うことが多い。 これら症状は、若年の場合、年齢とともに、回数も減りそのうちにほとんど起こらなくなる。中年の場合で、線化がや規制テ転だけあって、その後に頭痛を伴わない場合は、稀に、脳梗塞、脳動静脈規定、脳腫瘍や、血栓による、一過性の脳循環障害が原因である、可能性がある。眼球の異常ではなく、ストレスがたまり、 ほっとした時にこの症状に見舞われることが多い。片頭痛の原因は、頭の血管が何らかの誘因で収縮し、その後以上に拡張するとともに血管兵器に炎症、不死を起こすためと言われている。線化が焼き暗転が起こる原因は、脳の四角やの血管が収縮し、一時的に血の流れが変化するためと考えられている。チョコレートやワイン。 コーヒーの飲食でなりやすいと言われている。線ンカガヤキ性暗点が起きたら、眼科と神経内科のある総合病院で、コンピュータ断層撮影法や核磁器、共鳴画像法による精密検査を受診することが望ましい。線ンカガヤキ暗点が起きてからの対象療法は、線ンカガヤキ暗点中に前もって、ロキソニン、ハイペンなどの鎮痛薬を飲んでおくと、幾分軽く済むようである。 亜鉛、カルシウム、マグネシウムのサプリメントは、線輝き暗転が起きないようにするための対処法である。ありがとうございます。